今日はですね、じゃーん、スプリングの7月号を買ってきました。お値段が1290円でした。今回の付録が、私が付録を紹介して初めてなんじゃないかなっていう付録だったんですよ。それが何かと言いますと、じゃん、こちら傘だったんです。 UV カット 99% 以上、本格派日傘、ジャーナルスタンダードの日傘にもなる折りたたみ傘がついてたんです。傘がついてる付録ってすごくないですか？って思って買ってきたんですけど、もうね、残り一つしかなかったから多分人気なんだと思う。ということで早速開けていきたいと思います。せーの、じゃーん。しっかりしてる。すごい重い、重量感があります。こちらですね、ジャーナルスタンダードと入っていて、色味が可愛い。ちゃんとね、入れるケースもついてるのよ。開けてみるね。じゃんじゃーん。すごくいい色だよ、水色で。もう早速、なんかレビューなんかないんですよ。早速ね、刺すね。刺してみる。折りたたみ傘のここが苦手なんだよね。あ、いけたいけた。あ、こんな感じ、わかりますか？すごいね、重たい。結構重みがあって、その重みっていうのは多分ここがね、UV をカットしてくれてる加工になってるからだと思う。でも、軽すぎるよりはなんか刺しやすい。こうな、テコの原理みたいな感じで刺しやすい。外側がね、全体的に水色になってるんですよ。でね、どこかにね、ロゴがほら、ジャーナルスタンダードって入っていて、中側が黒いから、これはいいよ。めちゃくちゃ日傘。日傘として持っていってても、雨の時も使える傘だから、これ今年の夏めちゃくちゃ使おうと思う、私。あとさ、私が持ってた日傘って結構大きかったんだよね。それも 99% カットだったんだけど、結構大きかったの。サイズ感もいいし、畳んだ時も小さめだし、なんかすごくいい。ちょっと重たいっていうのはあるけど、でも全然許容範囲というか、これはいいよ。いい、いい。こんな感じ。ちょっとわかるかな。すごい、テンション上がる。傘の付録なんてなかったよね、今まで。素肌を守る UV カット 99% 以上っていうのがめちゃくちゃいいよね。暑い日も快適に、遮光率 99.9% 以上。やっぱりこれ遮光なんだ。だからさ、周りのさ、こう光をさ、遮断してくれるわけよ。だからこう太陽が来てもここだけ涼しいみたいな。熱中症対策とかにもなるね。いいじゃん。もうね、日傘を使う年なんですよ、私は。焼けたらシミになるの。だし、焼きたくないんだよね、体を。だから、こう、日焼け止め塗ってるけど、これで果たして効いているのか、まあ効いてるんですけどね。焼けないのかっていうね、ところがすごく不安だったんですけど、今年の夏はね、これと共に行こうと思う。なんかさ、日傘買おうって思っても全然買わないわけよ。なんかあの、二の次、三の次になっちゃってた。けど、付録でこれ手に入るんだったら、めちゃいいじゃん。しかも今日さ、こういうワンピースなんだけど、ワンピースにもね、全然、こう変じゃないでしょ？なんかね、水色とグレーの中間色みたいな色をしてるのよ。わかるかな？この感じ。外側がこうだけど、中は真っ黒。こう、やっぱ暗いもんね。ほら見て。暗いです。暗くなります、ちゃんと。だから遮光率が 99.9% っていうのは本当だと思います。まあ疑ってないんですけど。もう嬉しい。日傘はね、本当に嬉しい。ちょっとみんな買った方がいいよ、これ。お得すぎるよ。1290円で日傘ついてるんですよ。めちゃいいじゃん。しかもさ、なんだろう、付録ってさ、なんか妥協がないというか、しっかりしたものなんだよね。もう付録大好き。やっぱりこういうのがさ、出るとさ、テンション上がるしさ、傘が付録っていう時代になったんですよ、皆さん。本当に嬉しい。こうやってくるくるっとして、マジックテープになってるので止めて、であとはこちらに入れれば、じゃーん。ちっちゃくない？ちょっとペットボトルで比べてみようか。ペットこうね、見て。ほら、ちっちゃめなのよ。ちっちゃめ。ちょっとね、重みはある。けど、ちっちゃいの。だから、カバンに一つ入れとくのはすごくいいんじゃないかなと思いました。そして、次回号の付録紹介していきたいと思います。次回号の付録が、じゃーん、こちら。まず、こちら側が、
畳んでも可愛いエコバッグ、見てください、リラックマのエコバッグがついてるみたいです。レジ袋有料化になってエコバッグの付録が増えてる感じがします。でも付録によって大きさとかが結構違うので、こちらもチェックしてみたいなと思います。そしてそして、じゃん、こちらスマートサイズの 200ml ステンレスボトルがついてるみたいです。前ね、120のステンレスボトルを私ゲットしたんですけど、7ごっくんだったんですよ。7回ごっくんってするぐらいの量。120はちょっとちっちゃい感じがしたんだけど、200あったらいいんじゃないかな。こちらセブンイレブン、セブンネットショッピング限定なので、気になった方はぜひぜひ来月号チェックしてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。なんかさ、傘でさ、騒ぎすぎてめちゃくちゃ暑くなっちゃった。暑い。もうエアコンをつけなきゃいけない季節になってまいりました。皆さんもゆっくり眠って、ちょっとバイクの音がしますが、健康に生きていきましょう。ということで、バイバイ、おやすみ。